山さん、アポロ買いました。何を隠そうね、この商品は私が小学生の頃大好きで食べていたんですよね。当時と比べて若干大きさがちっちゃくなったような気がするんですけども、それは多分私が小学校の頃に大きいと感じたものが私の体が大きくなったんで小さく感じる、ただそれだけのことなんでしょうね、きっとね。スペースアポロ、これね、懐かしい。フジパンだったんだ。で、復刻版が出たんでね、三十数年ぶりに。いただきます。スペースアポロっていうね、イラストが書いてあるぐらいなんで懐かしいですよね。アポロ計画がまああった頃というね。で、多分ね、味はね、メロンなんだと思うんですよ。このね、ジャリジャリとしたザラメ感がたまらないですね。これ最近はね、山崎から似たようなイチゴなんとかっていうのとかバナナなんとかっていうタイプで出てると思うんですけど、ただこう中にザラメ感はないんですよ。このスペースアポロ独特ですね。あとこのレトロ感がいいですね。これよく復刻版出してくれた長井のパンって書いてますけども、熱いコーヒーで、あ、ちなみにね、このカメラね、ギュッてやるとこっちにピントが合うんですよね。で、後ろがボケるでしょ。で、キュッと引くとこっちに今度フォーカスが来るんですよ。あの、瞳オートフォーカス、瞳 AF っていうのがあるんですけども、多分あるんですけども、前に出したら商品紹介のためのカメラなんで、ほらね、これくっきりするでしょ。で、これは販売店が限られてるんで、私の町でも広島にもあるんですけど、ちょっと遠いんですよ、販売店が。ですんで、ちょっと今日はね、10個陳列してるうちの7個を買ってきて、食べない分はちょっと冷凍に回してね、長い間楽しみようかと思います。懐かしい。懐かしい味だ。当時これを買ってた店、もうなくなっちゃってね。寂しいですね。っていうパンを食べるだけの動画でございます。では、いってらっしゃい。